事情は心得ています。あなたに残された時間が少ないことも含めて。そうか、あっちの二人は偉人町の探偵でね、町の動向を探るときにちょこちょこ仕事させてるんで、今は試用期間ってとこ。あの若いの、桐生さんがどういう相手か分かってねえんだろうな。知らぬが仏だね。